はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数の合成丸三をお送りします。で、この合成シリーズ3本目です。で、前回ね、これの方程式かの方をやったんですけど、今回は不等式を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず x は前回と同じで0から 2π です。つまり0度から1周、360度全部大丈夫だと。で、その状態で方程式じゃねえや、ごめん。不等式解いていくんですけど、基本的には方程式と同じです。もう合成をして計算すればいいんでしょっていうスタイルでいきましょう。よし、じゃあ行くか。で、まず、合成していくんですけど、1、2乗して1でしょ。で、マイナスルート3、2乗して3。なので、足して4。それにルートつけるから、ルート4だから、r は2になります。で、sin、カッコ、x。で、まずここの2が、えって思う方は、2個前の動画を見てください。2つ前。そこで詳しく説明してます。で、ここがいくつになるかっていうのは、前々回やった詳しいバージョンでもいいし、前回をね、紹介した簡単で求めるバージョン、どっちでもいいんですが、ちょっとね、時間短縮もあるし、自分が慣れてるので、簡単な方でいきます。まあ、簡単な単位をね、まあ、頭の中でもちろん描いてもいいんですけど、ここが1とマイナスルート3です。だから、1プラス1右に行って、ルート3下がるから、この場所だよって、つまりここマイナス60度の場所だよねって考えてくださいね。1いてルート3下がるからね。つまりここマイナス3分の π になります。マイナス60度だからね。で、右がギリ入るからいっか。で、あとは大なりマイナス1と。で、2が邪魔なんで両辺2で割るとサインカッコ x マイナス3分の π で大なりマイナス2分の1に変わります。で、あとはここから普通に解くだけなんだけど、まずこのね、範囲が大事なので x マイナス3分の π はもともとこれ書いてあるからさ、こっから3分の π を引けばこれになるので、こっからもこっからも全部3分の π を引いてあげます。で、0から引けばもちろんそのまんまマイナス3分の π。で、2π は3分の6だから、引けば3分の 5π になります。まあ大事なのはマイナス60度。そこをスタート地点として一周してるんだと思ってください。つまりゴールは300度ね、これね。で、その状態でこれを満たす、ね、こいつを満たすのを考えていくんだけど、まあこれも単円でいこうかな。ギリ入ってるね。オッケーオッケー。よいしょ。で、サインだから y 座標がマイナス2分の1より大きいところか。で、マイナス2分の1のポジションはちょっとね、極端に書くので俺多いね、もっと下なんだろうけど。で、ここ白丸と白丸、ポジションとしてはここ180から30下がってるんで210度のポジションです。で、ここも普段は360から30下がってるから330って行きたいんだけど、実はこれ330ではなくって、一回330書いておこうか。でも直します。なぜかっていうと、今こいつの範囲がマイナス60度、ここをスタートしてこうなります。で、さっきも言ったようにゴールは300なんです。マイナス60から始まってるからね。そうすると330っていう数字は入らない。じゃあどう書くかっていうと、こうじゃなくてマイナス30度と表してください。こうしたら入るから。で、今このマイナス2分の1より上でしょ、全部大きいところだから、この部分です、答えとして使いたいのは。で、そこを範囲で考えていくとピーって切らずになぞることができるよね。だから切らなくていい、答えは。で、あとは書いていくと、主役x マイナス3分の π がこっからここまでです。で、両方白丸なんでイコール入れずに書いて、マイナス30度マイナス6分の π、 そして210度、待てよ、
6分のじゃねえや、いいか、6分の 7π かな、6分の 7π で、あと全部さあ真ん中 x にしなきゃいけないから、ここにもここにもここにも3分の π を足せば真ん中がね x に変わるので、こうで、これに足さなきゃいけないでしょ。3分の π は6分の 2π だから、足すと6分の π になるのか。で、6分の 2π 足すと6分の9になるから、2分の 3π となって、これで終了となります。よし、じゃあ次ね、右側行きましょう。でも同じようにね、やっていきます。まずね、合成したいんで、こことここ2乗して足すと4だから、ルート4で同じだね、さっきと2になる。で、sin かっこ x で、さっきと同じように考えると、ルート3とマイナス1です。右側が入るかな、ギリギリ、ちょっとちっちゃいんやったらいけてるね。で、ルート3とマイナス1なんで、ルート3いって1下がるイメージ、つまりここだから30度下に下がってるとこね、つまりマイナス30度、だからマイナス6分の π とこうなります。で、小なりイコールルート2です。で、2が邪魔なんで両辺2で割ります。そうすると sin x マイナス6分の π で、ここなんだけど割ると2分のルート2になるのね。でも2分のルート2って、これね、覚えておくといいよね。ルート2分の1と同じだから。なぜかって、これ有理化したら2分のルート2になるからね。つまりこれと同じって覚えておいてください。よく出てきます、2分のルート2。そして、最近本当申し訳ないんですけど、右側のね、焦点が合わないんで、ちょっと一回いじるよ。多分ね、こうした方が見やすくなるはずなので。よし、ではこうなると。で、あとは、さっきと同じように解いていくんですが、まず主役のこいつの範囲をね、先に書いておきましょう。で、これはさっきと同じで、こっから6分の π を全部引けばいいから、こっちはマイナス6分の π。で、こっちが6分の12だから、もともと。で、引くと6分の 11π になります。つまり、スタート地点がマイナス30度です。で、ぐるっと来て300度がゴールになります。ごめん、間違った。330度だ。ごめん、ごめん。で、あとは単位円で勝負するんだけど、こっちの方がいいかな。よいしょ、ちょっと曲がっちゃったね。で、まあ、サインなんで y 座標です。y 座標がルート2分の1以下のところ。で、ルート2分の1は、もうね、40、黒丸だね。黒丸、45度と、ポジション的にはね、135度のポジションになります。で、そこ以下だから、下全部です。ここ。ここを答えとして使いたいと。ね。で、あとは、この範囲が必要なんだけど、今、マイナス30度スタートです。つまり、ここ、黒丸ね。ここをスタートして一周だから、もうこの時点で切れるよね。さっきみたいに一つでなぞることができないと。だから、まず、こっからここまでが一つ目の答えになります。で、もう一個がぐるっと来て、こっからここまでの二つに分けて答えを書いてください。さあ、これが書ききれるかが非常に不安なんだけど、ここ待ってね。ここ書いて入らねえかな。まあ、ちょっとこっちに攻めるか。でまず、さ、マイナス30から45なんで、マイナス30、マイナス6分の π。で、黒丸だからイコール入る。で、主役は x マイナス6分の π です。で、45のとこも黒丸なんで、イコール入れて、4分の π となります。これが一つ目。まず答えとして。で、もう一個が135からなんで、135って、暗算結果な、4分の 3π か。だから、4分の 3π。ここ黒丸ね。で、x マイナス6分の π。ちっちゃくてごめん。で、一周して戻ってきたときは、ここ白丸だからね。ぐるっと。330度のところは。だから、白丸の6分の 11π となります。この2個両方答えです。で、あと全部に6分の π を足してあげます。
って計算をすると、まず上の方からいこうか。ちょっと答えこの辺にいくよ。6の倍足すと0になります。0イコール入って x イコール入って4分の π に6の π で足すと12か。12分の3と12分の2やから12分の5だね。12分の 5π 下入ってるか、入ってる。で、あともう一個、こっち6分の π 出すと、ここもそうか、12分の9に2を足すから12分の11か。で、黒丸だからイコール入ってるでしょ。で、x 白丸の足すと6分の12だから 2π だね。となって、この両方でギリか、答えが OK となります。まあでもこの切れるのはね、前から出てきてるので、ひとまず合成をやって、今までやってきたバージョンに戻してください。そういえばね、やり方は同じだからね、いつもとね。では今回は高校数学数2の三角関数の合成丸3をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ続きますと。で、次回丸4なんですけど、今度は最大値と最小値をね、使う問題をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。